新作映画紹介シネマギークです。今回シネマサンシャイン北島で見てきましたのは猿の惑星キングダム。監督はウェス・ポールということで、2014年のメイズランナーという作品の監督で、この後に2、3ともに監督して、これメイズランナー3部作非常に面白かった監督です。で、任天堂のゼルダの伝説の映画化で監督と脚本担当ということが発表されてますので、非常に楽しみだと思います。で、出演は、ほぼね、モーションキャプチャーであったり声だったりするんですけども、オーウェン・ティーグ、ピーター・メイコン、リディア・ベッカム、ケビン・デュランド、あとウィリアム・H・メイシーとか、あと最後ちらっとディー・チェン・ラックマンが出てくるんですけども、日本でのメジャーさで言うとちょっと弱いのかなと思います。で、唯一劇中でもしっかり人として出てくるのがフレイヤ・アーランということで、この子はおそらく美少女ポジションとして人気が出るんじゃないのかなと思いますけども、全員非常に素晴らしい声の演技だったと思います。私が見たのは、字幕版です。で、PR 展開の方では過去作、いわゆるチャールトン・ヘストンが出てた作品のをはじめとする5部作であるとか、リブート3部作を見ていなくても楽しめますよという触れ込みではあったんですけども、実際に見てみると過去作を見ていれば見ているほどリスペクトを感じるのと、ティム・バートンが作ったまた、猿の惑星のも含めて、全作品のつながりを感じさせる部分が多分にある一本になっていました。個人的にはリブート3部作はもちろんですけども、旧作の5部作、そしてティム・バートンの作品も見ていたというところもありますので、ここ2ヶ月でリブート3部作と、あと過去5部作のうち3部まで見ていたので、つながりを含めた上で非常に面白かったです。過去作見ていなくても楽しめるのは言葉には間違いはないですが、過去作を見ていればいるほど深みのある作品だったと思います。で、物語の方は、卵を、いわゆる鷹の卵を羽化して生まれてきた鷹を自分の分身のように育てることを成人の儀式としている猿たちの、いわゆるエイプたちの部族、イーグル族、その長老の息子ノアが鷹の卵を入手するために、幼馴染の2匹アナヤとスーナと共に荒廃した超高層ビルの上部にある鷹の巣に向かって卵をゲットするというところから物語は始まります。この高層ビルにを登ることを得意とする部族というところが最後にまた、生きてきます。で、その卵で無事なんとかゲットをした帰り道、見たことのない一枚の布を見つけるんだけども、それが実は最悪の始まりだったと。で、実はその布というものが、エイプ、猿たちのものではなくヒューマンのものだということがわかる。そのヒューマンを部族の長老としては関係を持ってはいけないということで、布を一人の戦士に廃棄するように言ってくるんだけども、その布を廃棄するとともに、人間ヒューマンが村に近づかないようにするために一人の戦士を送り出すんだけども、そのヒューマンをイーグル族がかくまっていると勝手に推測した好戦的な他の猿の部族、これプロキシマス・シーザーの配下なんだけども、指揮官ゴリラがイーグル族の村を襲撃し、そのイーグル族の多くの仲間が捕らえられ、そして、ノアは一人生き残ってしまうと。で、仲間を救い出すために旅を始めるノアだけども、ラカというオランウータンと出会い、彼は猿のすべての長老であったシーザーの話をノアに説くと。そのシーザーの話というものが非常に奥深いところがあるんですけども、そんなノアとラカ2頭の前に一人の少女ヒューマンが追いかけるように存在してが現れると。で、ラカは彼女をノバと名付けて、ノバは名付けるんだけども、ノバは実は、ノアの村を襲ったゴリラが追いかけていた存在だったということが後々分かってくると。果たしてノアは仲間を救うことができるのか、そしてヒューマンの生き残りノバはなぜ一人で生きているのかという物語になっております。
で舞台冒頭字幕では、リブート三部作から数世代後の世界、公式サイトとかパンフレットには300年後と書かれておりますけども、字幕では数世代後の世界と出てきます。で、リブート三部作を見ていなくても楽しめますよとはなってはいるんはその通りで、基本設定の猿が地球を支配、そして人類を支配した世界が舞台とだけ分かっていれば十分楽しめるようにはなってはいるんですが、過去作を見ていれば見ているほど今作が猿の惑星という一つのサーガの大きなターニングポイントになっている可能性を感じる作品になってます。まずリブート三部作を見ておいた方がいいというのが、このリブート三部作の主人公だったシーザーの存在というものがどこまでも感じさせられるというところです。このシーザーというのはリブート三部作で、人類との共存のための道筋を常に模索している存在として、3作で描かれるんですけども、この中で語られるエイプの教えというのが出てくる。それが、この作品でも若干出てくるというところになってますし、リブート三部作を見ておくと深みが増すといったところでしょうか。で、シーザーの名前がもう一つ、ヴィラン、いわゆる最後のラスボスの名前がプロキシマス・シーザー、いわゆる リブート三部作で主人公だった、猿の世界ではエイプの世界では英雄と言われたシーザーの名前を継いでいる存在だよというふうに思わせる、いわゆるシーザーの掲げた 3つの教え、エイプ一緒なら強いを自分の欲望の玉に使っているというところ、あとそのプロキシマスがシーザーの名前を使っていることに加えて自分の人間としての勉強をしており、その勉強をしているのがローマ時代の歴史、いわゆる、カエサル王について勉強している部分なども描かれるというところも含めて、シーザーという存在がいかにエイプ族の中で大きいのかっていうのを考えると、リブート三部作を見ておくといいのかなとは思います。で、あとこのプロキシマス・シーザーが自ら王国と名乗っている海岸はどう見ても猿の惑星、1968年のチャールトン・ヘストン演じた猿の惑星のラストシーンを思わせる海岸であるというところも非常に面白いところだと思います。でもう一人三部作といいますか、これは猿の惑星全体の話なんだけども、出てくるヒューマン、いわゆる人としての存在としての少女ノバというところが出てくるんですけども、ノバという女性キャラクターは、先ほど言ったチャールトン・ヘストンの猿の惑星68年の作品にも登場しますし、猿の惑星聖戦記グレートウォーにも登場します。で最初の猿の惑星は喋れないという女性が出てくる。そして、グレートウォーの方でも今回出てくるラカと同じオランウータンの猿が見つける出会う少女、そしてこちらも喋れないヒューマンサイドという立場で出てくるというところも含めて、ノバという女性のキャラクター名が統一して喋れない人として出てくるところが一つ今作ではどうなっているのかっていうのがポイントになっております。で物語自体は猿と猿とか部族と部族、そして支配者と従う者という、エイプ族の持つ階級社会であったり共存とかではなく征服を目論む異星者の存在という、まあ、人類の歴史を思わせる部分を描いているというところはあるのと、その中でもエイプの側でもイーグル族というのは様々な形での共存共栄とか共有するというところを大切さを守っているっていうのが描かれていて、多様性みたいな部分も含めて描いているのかなというのは感じる。一方で人側、ヒューマン側は人として惑星の最高位の存在として居続ける、もしくは人として最高位の存在に返り咲くべく暗躍するエゴの部分を描いているという、そういった部分を考えると今の人類社会は若干風刺したものになるのかなと思ったりもします。
で、ここからは若干ネタバレになるんですけども、先ほどノバという女性キャラクターは喋ることができないのがポイントなんですけども、今回のノバは非常に知能的で自ら行動するキャラクターとして描かれていますし、実はノバというのは猿側、エイブ側が勝手に名付けた名前で、彼女自身はメイという名前だということが語られるし、彼女自身が持っている人類のためのミッションという部分に関してはラストに明かされるというところは、このノバという存在の描き方が、猿の惑星シリーズの中では一線を画するといういわゆる現代的というところかも言えないと思いますし、リブート三部作で描かれた猿インフルエンザによって人類は退化して言葉を発することができなくなったという設定が、覚えていればいるほどメイノバが地表の上で喋るということが非常にこの猿の惑星シリーズの中でも大きなターニングポイントになるのではないかなと思わせます。で、ラストですね、ネタバレコーナーで言いますけども、ラストは高度な科学文明を持った人類が登場するんだけども、ノバと違って地表に現れる際には、防護服を着ているというところだけども、ノバは何も着なくてもそのまま地表で立っているということで、このノバという存在が猿インフルエンザ抗体を持つ人工的に作られたヒューマノイドではないかというふうに想像できるようになっていますし、だから名前がメイ、これはメイク、作られたという意味合いを持たせるというなのかもしれないというふうに、想像が膨らむところです。そしてラストをエンドロール前に流れてくる鳴き声が非常に印象的で、これ実は、旅の途中で別れることになるオランウートンラカのものだと思います。このラカの声がああいう形で消えたのにも声が出るということは、続編に出てくるのかな、もしも続編が作られたら出れるのかなというふうに思わせるということで、この新たなる猿の惑星のシリーズっていうところの展開を期待させるものになっているとは思います。モーションキャプチャーで撮影した CG を重ねるというエイプ、猿たちの描写っていうのは非常にリアルで良かったんですけども、エンターテイメント作品としても面白い一方、過去作をリスペクトして様々な猿の惑星の因子ファクターを散りばめたというところといっては、非常に完成度が高い深みのある一本と言えますので、よかったら過去作を知っている人はぜひ、そして知らない人は予習していくとむちゃくちゃ面白さを感じる作品になっていると思います。ということで、今回はシネマサンシャイン北島で見てきました猿の惑星キングダムご紹介しました。